と始まりましたもてつチャンネルです。はい、いよいよ今回なんですけども、はい、ただよびですね、新講師どうも紹介というか、まあもうサムネで分かっちゃってると思うんですが、そうです、西京司先生が、はい、ただよびに参画していただけるということでございまして、いやーすごいことになりましたね。こんなことがまさか起こるとは思っていなかったんですけども、はい、でまあただよびのチャンネルの方にも動画上がっておりますので、ぜひともねそちらも見ていただきたいんですが、まあ、そちらではですね、このただよびにどうやって西先生がね加わることになったのか、その裏話というかまあそちらのね加わる経緯を話しておりますので、そちらもぜひ見ていただきたいと思いますが、はい、こちらのチャンネルではですね、じゃあ西先生が一体どういう動画をねただよびで上げていくのかっていうのに関してですね、ちょこっとお話聞きたいと思いますので、はい、ぜひそちらをちょっと見ていただければなと思います。はい、あ、つながりましたかね、西先生。ああ、ありがとうございます。西先生ってこんなお忙しい中すいません。いやいや、僕は忙しくはないよ。今日ですね、西先生にちょっとお聞きしていきたいんですけども、いろんな授業もね出ていくと思うんですけど、こういうのを取りたいとか、こういうのを出していく予定ですみたいなのはあるんですか？まずは僕としては、はい、取りたいということよりは、はい、せっかく関わるからには、うん、全体としてのルート、うん、はいはい、ああ、なるほど。まあ見える、まあ、いろんな授業があるようだけじゃなくて、うん、こういう順にこういうことをやればここまではいけるよっていうルートとかチャートというかね、そういうものがあった方がいいと思っていて、で実際ビジネスモデル的に非常に厳しいところに踏み込んでいるわけだから、そうですね、はい、それはそれなりに覚悟を決めて、うん、うん、中を整理して、うん、うん、そう思って全体見た時に、でやっぱりこう教育機会が比較的少ない人たち対象ということだと、基礎レベルのところ、これがいわゆる学校の教科書でしか触れてない人が多いと思うんですよ。はい、なるほど。塾とか行く機会がなければ、はい、そうなると僕は学校教科書は高校教科書一応全部持ってるんですけど、うん、何年か前から持っていて改訂も全部持ってるんだけど、ほうほう、やっぱりこれだと、まあ、先生の教え方は様々だと思うけど、うん、体系化できてないなっていうのが実感にあって、うん、うん、そしたらまあ基礎を体系化していくっていうのが一番足腰作りに強いんで。うん、うん、まずは森田先生の文法があるじゃないですか。あ、はい、そうですね。あれをまあ森田先生にもうちょっと頑張っていただいて、前半これだけでいけるよっていうところまでちょっと抜けてるとことかもあるので頑張っていただいて、それを通過したらルート的にその文法を個別に習ったのを読解に活かしましょうと。あ、なるほど。ということで読解の文法が必要だと思ったんですよ。ただそこから順にやってるとやっぱりまあ早いうちにこう形を作らないといけないという気持ちも僕はあるんで、なるほどなるほど。で僕の場合はご存知の通りあまり働くことが苦手な人なんでまあ働けるタイプじゃないので、はいはい、なんか予定表はゴルフがいっぱいだった気が、はい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 、ゴルフと飲み会がちょっとね非常事態というか欠かせない事態というか、それがあってそれ以外で日程をで朝は午前中はまあ起きるの遅いのもあるし、バラの手入れをしなきゃいけない。そう言ってましたね、バラの手入れ、うん、だからそうそう午前から働くことはできないと、はい、でゴルフの日はできないと、うん、で飲みの日は夜はできないとそうするとまあ授業こんだけきれい事言っておきながら、うん、できないことはできないので、はい、まずは僕の英文読解入門講義っていうのが YouTube で無料でアップしてるんですけど、そこをもう少し編集して少しコンパクトにした形でそれをしっかりやって、うん、文法の基礎を読解につなげていくということをやろうと。基本はここだでしたっけ、もう届いてるやつですよね。そうです。まあそれは自分の YouTube とかぶっちゃうんだけども、それはそれで別にそもそも無料で提供してるものだし二重に使ったって構わないと。なるほど。こうをやって、うん、じゃあまあいわゆる英文解釈って言われたりするやつですね。はい。なるほど。はい。そしたら短い文が読めるようになったら今度はちょっと長めの文を読みたいと。うん、うん、やっぱりさっき言ったように基礎の子たちとか、うん、うん、あるいは総合選抜でちゃんと一般になってもなんとか対応できなきゃっていうレベルのところで中堅、私立ぐらいの長文というか中文というか。ああ、なるほどなるほど。それを今回新しく取っていこうと思ってます。おお、なるほど。すごい。へえ。そういった感じで撮影していくわけですね。はい。その後はこんな感じのとかっていうのはあるんですか？その後はちょっと息を抜いてもう息抜いちゃう。もう息抜い。これは僕がやりたいと思うこととして、はい、英文読解の背景知識ですね。おー、はいはいはい。これ今教材をズームでやってても、はい、背景知識があれば読めるのに。なくてもめちゃめちゃ英語力があれば読めるんだけど、はい、でも背景知識がないがゆえに分からんとか、うんうん、ピンとこないとか、でも大体中堅の問題背景知識があると、うんうん、こういうテーマだなと思ったらこういう話が多いよねっていうのを知ってる方が得じゃないですか。そうですね、はい、そうなの。それから背景知識がないと読めない文章っていうのもどうしてもあるので、うんうん、そこでも背景知識的なもの、うんうん、これをまあできるだけコンパクトにまとめて科学分野とか現代社会分野とか社会分野言語分野、うんうんうん、そうやってまあ出やすいテーマに関して説明していく、これは僕本人としてはやりたいことではあるんですよ。なるほど。いや僕もやっぱりね、ヨゼミ時代西先生に習ってまして、それがやっぱり印象としてはすごいあるんで、やっぱ西先生のこの背景知識っていうのがやっぱ印象的ですし、あとはまあ東進時代にこの教え子たちですね、早稲田入ったとか難関大入った人たちもやっぱり西先生のそのこう教養あふれる雑談というか、あれがやっぱりすごく良かったって言ってるので、そういう点では雑談だけやるってことか言い返しちゃいます。雑談だけ好きに喋りたいからやりますわみたいな印象になるけど、実はそうなんですよ。まあ役立つはずだということはもちろん前提にある。そうそうですね。それ、まあ、ここはね、自分もやって楽しいんですよ。はい、うんうんうん、10のこと喋ろうと思ったら100調べるじゃないですか。あ、そうなんですよ。本当に先生本いつも読んでらして、そう思ったらちょっと科学の新しい話題が入試に出てるなと思ったら、うん、それについての本10冊くらい読む、うん、でそれでまあ100知ってからまた10還元する、うんうんうん、っていう形になっちゃうので、本当に100知ったら100喋りきりたいんだけど、なるほどなるほど、はい、自分も興奮してるしね、新しいこと知ったら、うん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 、ただまあそれが消化できないと困るんで、うんうんうん、10のことを伝えたいと思ったら100知りたいし、そうすると自分自身の好奇心こっちにも刺激するじゃないですか。はい、まあ自分が楽しくならなきゃダメなんだなっていうのは、うんうんうん、雑談する時って自分が楽しいと思って喋ってるか、うん、教養的に上から教えるつもりで喋ってるかで全然違ってくると思うんで、だから自分が知って楽しかったことを含め、でもそこには触れない、そこはまあ生徒には過剰なんで、うんうんうん、でもそういう気持ちがあるところの分野を作って喋っていくっていうことだと、うんうん、まあ面白いなって。めっちゃコスパ悪いんですけどすごい。いやまあね、当時の時はね合宿で一緒だったんで、もういつも西先生本読んでるっていうイメージでしたけどね、もう酔っ払っても読んでるみたいなただの病気かもしれないけどねなるほど、そういう感じだったんですね。今後なんか大学のこのレベルの読解とかもあるんですか。じゃあ今後はなんかこのレベルの、あ、それは入試のそういうことに関しては初めに言ったように、はい、実際のニーズがどこにあるのかとか、はいはい、それ見ながら決めていきたいので、 あらかじめ今考えてることは、うん、まあ、中堅をちゃんと、うんうん、文法から読解につなげて長文を読めるとこまでしましょうっていうところ、うん、でもなんか来週ぐらいにもなんか撮影の予定が入っていたので、僕見たら、あ、そうですね、はい、はい、その内容はどんなのになるだろうなとちょっと思ってたんで、あ、そういうことだったんですね。はい、いや、じゃあいよいよそういったものが見れるわけですね。うわ、すごい。西先生の授業が見れるなんてすごい楽しみですねそれでまあだから月に数回じゃあこっちの方に来るって感じですか。そうですね、はい、いろんな撮影をしていかれるということで、はい、ぜひ視聴者の皆さんも見ていただければ、はい、ありがとうございます。わざわざ、はい、いただきまして、じゃあこれを多分2つ割って僕のチャンネルとただいまのチャンネルに、はい、載せますので、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらこそこれからよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。そしてただいまもモリテッドイングリッシュチャンネルもどちらもよろしくお願いします。